こちらが新製品の CLE300EX と Android の端末を組み合わせたソリューションになります。でこの CLE300EX からは Android 端末に対して USB の給電ができます。なおかつですね、このプリンターは USB ホストのインターフェースがあって、このバーコードスキャナーを直接読み込むことができます。で今回のアプリは、食品ラベルになっています。では具体的に見たとしてみましょう。でこんなような感じで、出てきます。でこちら USB ホストのスキャナーがありますので、これで読み込んでいます。そうするとこの読み込んだバーコードが出る、そんなようなソリューションになっています。